マジでいろいろ言いたいことあるけど何してんのよ本当すごい人生になってんじゃん。いやいやちょっとね、でもバズるきっかけを与えてくれたのは Z リーとアツシやね、絶対的にすごいやん、全部きっかけ作ってるやつみたいになってんじゃん。俺東さんの当選した映像が流れた時になんかワイプ抜かれてたやろ。そうそう思わずニヤってしちゃってなんかそうそう、だから実はあの時もう一人しんすけさんにも相談しててんけど、うんうん、それ俺が YouTube で言っちゃったから、うん、しんすけさんから連絡来て、うん、お前っつなって怒られたもん俺シャンパンジャグジーがね、その飲んでないのにヘロヘロになるんだよね。そう、ペロペロになる。この大悟が来て、俺の初対面がそのジャグジーでシャンパンで女の子をはべらかしてるところが初対面だから何この先輩ってなったっていう。大悟がねロンハーでも何でもいいからドバイにロケ来てほしいいや、今のバラエティでそれできるのはアツシの番組しかないからね。さあ始まりました、田村敦史のアーシーチャンネル、セカンドチャンスのコーナーです。このコーナーはですね、過去につまずいた経験を持つ有名人たちが立ち上がって、反省して一歩踏み出すという思いに触れるというコーナーでございます。第5回目のゲスト、ついにあの方に、お越しいただきました。ご紹介いたしましょう。NHK 党所属参議院議員ガーシーこと東谷義和さんです。よろしくお願いします。どうも皆さん、ようやくここにやってこれましたもうなんかもう今こうやってアツシと画面通して喋ってるのが変な感じなんですけど、めちゃくちゃ照れくさいのよ俺こうやって。いやめちゃめちゃ照れくさいよやりづらいというか、なんていうか、マジでいろいろ言いたいことあるけど何してんのよ本当すごい人生になってんじゃん。いやいやちょっとね、この1年というか今年の2022年がちょっとやばいことになってるなと思って現状で言うと昔から知ってるからこそ照れくさいのもあるけどまあでも、うん、ようやく俺も東さんとはうん、絶対こう1対1で話してその、うん、言ってもね、東さんがこういろいろと活動する中でこう切り取られて誤解も生んで、まあ、悪いことは悪いことしたっていうのはもう本人も認めてるけど、でもそれでも誤解して伝わってる部分多いから、まあ、なんとかね、うん、こう2人で対談してそのあたりがクリアになればいいなと思いますが、まずはでも、うんうん、参議院議員の当選おめでとうございます、うん、ありがとうございますもうそれが一番なんかもう恥ずかしいというかね実感がないから俺自身がほんまに全く実感ないだろうね。ない、全くない。だって日本でそういうふうに騒動になってるっていうこと自体もよく分かってないし。そうよね、うん、ようやくおかんがあんたなんかすごい有名なってんでっておかんに初めて言われて選挙受かって母ちゃんでもうようやく実感がさすがに気づかんかったみたいで、ずっと YouTube の時は。まあね、うん、さすがに参議院になった瞬間に、まあ、周りの友達からもあれ吉和政治家だってみたいな連絡が来たらしくていやそんな人いないからね、ま、あの周りに比べようと思ってもそんな、なんか蓋開けてみたらいつの間にか参議院議員になってましたみたいな人はこの先も出てこないと思いますけど、僕はこの対談は東さんがあの YouTube を始めてからすぐに、ま、できることならやりたいと、うん、で、うん、俺だけの一存じゃ決められないんで、やっぱり吉本に相談する中で、吉本も完全なノーとは言えないんだけど今はやらないでほしいって、まあでもその吉本の気持ちも俺はすごく分かったんで、うん、あの当時こう東さんのことをこう何とかして応援できないかなと思って、吉本にも気遣いながら俺ができることってチャンネル名を変えることだと思ってアーシーチャンネルにしたんですよ。なるほどね、うん、で少なくとも東さんは何かしらの意思をそれで汲み取ってくれるだろうと、うん、でもしかしたらブチ切れるかもしんねえなって思いつつでもまあこんなことで怒る人じゃないっていうのもね、長い付き合いで分かってっから、うん、まあまあアーシーチャンネルにして俺の意思をちょっと伝えてみたいなっていうところで、うん、
あのチャンネル名も変えました。でセカンドチャンスっていうコーナーも、うん、もうとにかく吉本にその人生ってそのつまずくことあるじゃないかと、うちの相方のようもそうだし、うん、極楽とんぼの山本さんもそうだし、何かしらつまずくんだけど、そこから反省してまた人生は続くわけだから、その一歩踏み出して何をするかっていうところに俺は人間味があるから、東さんのその対談を実現する意味でも、俺このセカンドチャンスっていうのが一番吉本が納得しやすいだろうなと思って立ち上げたんですよ、うん、でもこんなに早く出てくれると思わなかったから、いや俺始まった瞬間に絶対これ俺が出るために作ったやろなってやっぱ思ったもん俺しか出る人おらんやろこれみたいなぐらい思ったぐらいさすがやなと思って、出やすいとこ作ってくれたなと思って、いやいやいや、うん、でもこうやってね、なんか不思議な感じで今はドバイにいてこうネットで中継して話すっていうのも、うん、なんかすごく不思議な感じはしますけども、うん、とにかく話せて嬉しいですよ、まずは。いやいや、もうそれは間違いないです、俺もね、うん、間違いなく本当に、うん、で東さんのね、暴露系 YouTuber としてスタートした時になんか、うん、アツシは最初の初手がうまいとか暴露されたくないから自分は友達だって言ったんだみたいなことすごい言われたんだけど、そんな周りからね、うん、そんなつながりじゃないじゃない、もうそ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 う、のいろんなこと今から歴史も紐解いていくけど、変な人が何言ったところで、うん、何も響かの何も問題ないねんもん結局ね。そうなのよ、だから俺がなんか東さんに怯えて東さんのことを擁護してるってすごい言われるんだけど、そうじゃなくて、うん、もう本当にどの芸能人よりも一番長く友達だからそうそう、お前そう、これだって揺るぎない事実だもんね、これもうほんまにそう、うん、うん、でまあ最初はね友達じゃなかったですけどね、東さんはね俺のことを、うん、ボコろうと思ってた時期があるまあ、その話からいきますか。あ、プロフィールの紹介からいくか、東さんの、まあ、改めて、うん、俺も東さんのプロフィールの紹介俺も知らないことはあると思うけど、うん、1971年生まれで50歳、僕の2個上ということになります、はい、現在独身で兵庫県伊丹市出身で、学生時代を兵庫県で過ごして1994年、23歳頃、大阪の板金工場で車の販売代理店を開業で、その頃に僕は大阪の南のバーで偶然出会って、ヴェルディ川崎の日本代表の、ね、サッカー選手弘永に、うん、ちょっと紹介したい面白い人いるからって言って会ったのが東さんでした。でここですよ、大阪南のバー、エンメだっけ、エンメね、うん、で俺が赤い髪をしてて、亮が金髪で、なんかちょうどテレビ出始めで、テレビ局の人に連れられてクラブに行ってちょっとはしゃいでたら、その東さんたちのね、そのグレン隊があいつら何なんだ調子乗って、なんか女の子とか呼んでみたいになって、あいつらちょっと行ってしまおうぜみたいになったんだよねそうそうそう、ね、でそれを聞いた延命のその店員さんが、ちょっとすいません、もうあの二人は返させますからっつって、俺たちのとこに来て、ちょっと向こうの方でちょっとやんちゃな人たちが騒ぎすぎだって言ってるんで、あの人たち怒らせると面倒くさいんで、敦さんと亮さんちょっと裏側から出てってくださいっつって出てったので、次の日に弘永と俺飯食う約束してて、飯食いに行ったら東さんも弘永と友達でその飯屋に来て、俺のこと指さして、ああっつって、昨日俺たちがボコろうとした人だみたいになって、みたいな、あの時のグレン隊の人ですかってなって、そっからだよね仲良くなったのが。そう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 、ほんまにそう、あれがもう25年ぐらい前なのかな、経ってるよね、もうほんまにだいぶ前もんね、あれ。そうよね、うん、でそっからまあ気さくなお兄ちゃんで、まあ、話しやすいし、で、まあ、東京にね遊びに来たりとかしてる中で、うん、東さんが中古車屋さんをやってるって言って、大阪ではまあある程度軌道に乗ってきて、うん、ちょっと広げたいみたいな感じで東京来てたんだよね。そう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 、まあプラスやっぱりその淳からも東京の方がやっぱり商売するんだったらいいんじゃないってアドバイスもあったりとか、うん、
まあ当時やっぱり東京も友達いっぱいできてたから、うん、あ、まあ東京でやるのありかなということで東京行ったよね。ね、うん、で東京に来て、うん、俺住むとこないんだよねって言うから、え、じゃあ俺のとこ、俺ほとんど家使ってないし、あの使えばいいじゃんって、同居が始まるんだよね。そう、懐かしいな、うん、覚えてる、あの三宮橋マンションで。いやいや覚えてる、めちゃめちゃ覚えてるよ俺その前の中野坂上のマンションまで覚えてるから俺あ、そうか、中野坂上のマンションからも、そうか、知ってんだよね、 そう言ってるもん、その時からね。そう、うちの、あの三宮橋マンションに、あ、第一章いきますか。第一章こちらです、淳との出会いってことなんですけどその三宮橋マンションに、うん、元 B コースのハブっていうのが俺と同居してって、で東さんもそこに一緒に住むようになったんだよね。そうそうそう、東京来てる時はここ使えばいいじゃん。そう、もう淳家使ってやっとったね、ずっとね。うん、懐かしいわ、あの家でもいろいろあったからね。あの、あれ覚えてる、あの俺が当時付き合ってる彼女が、あの料理作るっつって東さんと俺の料理を初めて、その子も初めて料理作って、東さんが麺食らってたんだけど、あの初めてお味噌汁を作るのに、だしを、いりこだしが俺いいっつったら、スーパーでいりこだし買いに行って、あのいりこを全部いりこ全部入れたんだね、あの一パックで、もうすっごいアクだらけの味噌汁を2人で食べるって、あれ覚えてる？いや覚えてる、めっちゃ覚えてるよ。あとご飯のジャーにスイッチ入れてなくてそのままあれご飯ができてないとか言ってそうね、あの天然ちゃんだったからね、その当時の彼女が、ね、そうそうそう、めちゃめちゃおもろかったけどね、ほんまに。うん、まあでもあそこで、まあだから俺も大阪行ったら東さんと遊んで、うん、で東京に来たらうちに泊まってとか。そう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 、だから大阪の時とかはアバロンブっていう番組とかよく来てたもんね。よう行ってた、緑ヶ丘スタジオ、じゃあ緑山スタジオ、緑ヶ丘スタジオか、大阪の。そうそう、なんか MBS の古いスタジオね、そう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 、うん、あそこに置いてた、うん、だから東谷さんって淳さん知り合いなんですかって、あの大阪のスタッフに言われてえそうですよっつって、あのアバロン部やってたスタッフだったから、えあの頃よく来てましたよっつったら、えガーシーがガーシーがあのスタジオに来てたのみたいになってたから、そうそう、だからガーシーと東谷義和がみんな一致せえへんのよどっかしらで。そう、東さんとガーシーも一致してないから、うん、だからその携帯の LINE とかでめっちゃ来たのが、うん、ガーシーって東さんのことだったんだねみたいな連絡がめっちゃ来た。あ、分かってなかったっつって、まあ、そうね、東谷っていう人物とガーシーがこうリンクする人の方が少ないだろうね。うん、で俺たちが、まあ、ガーシーって呼び名が出たのがこの10年ぐらいやから、うん、それまではみんな東さんやったから全員。そうね、俺はだって東さんって呼んでるじゃない、うん、会った時から、うん、だけどガーシーって呼ぶ人もいたの？あ、いたいた、もちろんいた、うん、あ、だからしんすけさんなんかはヒガやから、東が長いっていうことでヒガって言われて、ずっとヒガヒガって言われてたから、うん、うん、いやだからその、まあ、しんすけさんの話もさ俺したけどさ、そのあの暴露されたくないなってそのしんすけさんとよく飲んでたから、でそうそう、俺はしんすけさんリスペクトしてたし、すごい人だからすごいすごいって言ってたら、え、じゃあ一緒に飲めばいいじゃん、飲んでる時誘うよっつって、しんすけさんと飲んでる時に毎回連絡くれんだけど、俺が怖くて行けないって言ってことあるんだよね。しんすけさんがいつも俺嫌われてんじゃんかって、いや嫌われてないぞ、忙しいみたいですって言って、いつもなんとかごまかしきるっていう。あー懐かしいな。あー懐かしい。俺だから しんすけさんと仲良くなったっていうのは知ってるし、うん、フジテレビでもよく会ってたじゃん、うん、東さんと、うん、で、あ、今日しんすけさんとこなんだみたいな感じで会話してたけど、その、うん、しんすけさん以外の友達があんなにできてるっていうのやっぱり知らないから。まあ確かにね、そうなんだ。アツシね、そうやね、アツシと遊ぶ時に他の人が来るってあんまなかったもんね。そうなんだ、2人で遊ぶこととかが多かったから、うん、根本的に、うん、だ基本的には俺は東さんと、まあ、大阪行ったらそれこそ合コンやったりとか、それこそアテンドしてもらったりとかあったけど、うん、それこそ山のようにやったよね。いやめちゃめちゃやったよ、
ほんまに。だそんな話を結局俺が暴露したところで、ただの懐かし話にしかならんから、意味ないと思ってるし、俺はね。そう。だから別に淳が友達やって言ってくれたことに対して、何の裏もないやんか、俺からしたら。俺はそれ分かってるからこそ、感動したし、やっぱりすごいなと思ったから、俺はほんまにそれに対して素直に感謝したし、やっぱり あの一言で変わったもん、いろいろ流れが YouTube の。あ、そう。めちゃめちゃ変わったよ。俺の言ってることに信憑性ができたから、完全に。まあ、でもお酒飲んでないから圧倒的な記憶力があるんだよね、うん、そうめちゃめちゃ覚えてるからね俺。全然飲まないもんね、進めても酒は一滴も飲まへんもん。年に1回ぐらい珍しく飲んでる日があるなぐらいが年に、年1ぐらいよね、ほんまにそう、うん、で俺が大阪で覚えてるのは朝方まで飲んで、うん、でその女の子とかもいたけど、別にその女の子遊びがしたいっていうよりかは、久々にこう大阪に行って東さんと楽しくこうワイワイやってて、結果朝方までなって、なんかね、ここのうどん屋がうまいんだよねって行ったとこ覚えてない？あ、覚えてるよあの朝の6時ぐらいからうどん食ったの。 あそこね、24時間空いてるから。あ、そうなんだ。365日24時間休みないんよ。でそこのうどんがうまかったんだね。またうまいね、ふるさとってね、うまいうまい、めっちゃうまいよ。 で覚えてんな、ふるさと行ったこと。そうそう、で俺あれが一番印象的なのよ。あ、そう。で珍しく東さんがうどん屋出て、綺麗な朝焼けだなみたいなこと言ってそんな感情ある人なんだと思ってやるわ、それあるわ、ちょっとぐらいそんな感情もとか、俺が結婚した時に、うわ、もう淳もいよいよ結婚か、もうなかなか遊べなくなるなみたいなこと言ってて、うん、俺も落ち着こっかなって言った言葉も覚えてるね。いや、そう、それは言った。なんかね、覚えてる、鬼畜会みたいなのあった、うん、俺と淳と稲本潤一がいて、この3人は絶対結婚せえへんやろって言ってたから、うんうん、同じタイミングぐらいで稲も結婚して、うん、淳も結婚して俺一人になったから、うん、いやこれ俺はもう俺も見固めなあかんからって正直ほんま思ったもん、ちょっと。いやだから、あ、なんか寂しくなるんだなと思って、うん、でそれからしばらく経って、なんかやっとこの子だっていう人に出会えたよみたいなのも覚えてる。あ、そう、言った言った。よう覚えてんだ、お前覚えてんだ。そうなのよ結構ね、なんか淳と喋るときお互いシラフのときも多いから、うん、お互い結構覚えてるよね。そうね、俺が酒飲まへんからさ、淳がその株飲みするわけじゃないからさ、俺とるときは、うん、懐かしい。確かに、まあいろいろ、もちょっと20年以上だから、ちょっとありすぎて、なんかこことここつまんでみたいなのはむずいけど、あれもそうよ、東さんがパーティー開いてる、そのジャグジー付きのパーティーみたいなのに俺がシャンパンをもうジャグジーの中に、でシャンパン入れろ、シャンパン入れろってよく言ってたじゃん、そのジャグジー。そう、俺もうシャンパンかけた方が絶対いいからって、盛り上がるぞって言って、うん、でシャンパン入りのジャグジーに使ってる時に、その当時まだ千鳥がまだ大阪でやってる時かな。そう大吾がシャンパンアットの恋ちゃんとかね。そうそう、で大吾が来て、俺の初対面がそのジャグジーでシャンパンで女の子はべらかしてるところが初対面だから、何この先輩ってなったっていう、大吾がね。そうあれもだ、あのあと大吾とまた会っても、俺は高経由で、うん、次、うん、で、あーって言われてあの時のシャンパンの人だってなるんだよね。そうやっぱつながってんだこの派手な人たちはって話になって懐かしい。もうあんな遊びできないのかな、いつかね。でも今ドバイでしょ。ドバイ、まあ、ドバイでまたきっとなんかそういう場所見つけてると思うから。いやいや、もうあの来たら、だから俺はほんまにね、ロンハーでも何でもいいからドバイにロケ来てほしいいや今のバラエティでそれできるのは淳の番組しかないからねドバイでガッシーに会いに行ったみたいなんで来てくれたらめちゃめちゃおもろいなと思ってシャンパンジャグジーしてくれる。やるやるよ、もうバシバシシャンパンぶっかけろ。シャンパンジャグジーがね、その飲んでないのにヘロヘロになるんだよねそう、ペロペロになるこの皮膚から吸ってくから。これはね、もう俺の周りのタレントはみんな経験してるから、それをシャンパンジャグジー、うん、もう楽しすぎるってみんな言うもん、やっぱりもう懐かしい、いいよ言い方するから、あれはまあ僕との出会いはまあね、これぐらいにして第2章いきたいと思いますが、うん、はい、
ここからですよ。バーの経営とアパレルブランドを立ち上げるってことですけど、うん、まあその詳細があるっていうか、気づいたらさ、会えば会うほどなんか新しい事業をやってたよね。だからこれはね、ほんまにその、まあ、美濃和くんの本とか、うん、三谷くんのあの、外録チャンネルとかでもいろいろ説明したこともあんねんけども、うん、結局その、商売やったら何やってもうまくいくねんけども、もうこれ一番の俺の根っこの部分で、いわゆるギャンブルにすぐハマっちゃうのよ。うん。だからそれこそ、アツシとさ、マカオで会ったこともあったやん。あったね。うん、ワッキーとかと番組で来てて。そう。そう、そこ一緒にやったやんか、カジノ。あ、だからあれ、俺たまたま、異国の地で東さんに会うとかって思わないから、うわーってなって、でみんなでその時テーブルをねジャックしてかけて大勝ちしたよね。あの時めっちゃおもろかったよ。でワッキーがめっちゃ勝ってて、うん、俺がバイプシアバイプシアってこのタワーみたいになってさ、チップが、そうそうそう、最後もう一回行け言うたら、もう勘弁してくださいってわけが思ったワッキータワーね。そう、ワッキータワーできて、周り中国人がいっぱいここで盛り上がってる。あの時そうそう、タワーがどんどん高くなるから、マカオタワーだマカオタワーだっつってね。そう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 、うわ懐かしい。でも思い返したら、そのニュースとか見た時に、うん、東さんってギャンブル依存症だったんだって俺その時知らないじゃない。だからもうあん時もだからもうちょっと毛があったわけよ多分。そうなの。うん、はい。でだから淳とさ、俺マカオも行ってるやんか、一回覚えてる、ね、めちゃめちゃ行ってるよねマカオなんて。そう、うん、だからそれでなんかやっぱりあの頃にはもうちょっとその毛が始まってて、うん、やめられへんようになってたよ。それでもそれこそ野球賭博だとか賭け麻雀だとか、うん、もうレートがねバグってるわけよ。そのいわゆるその天秤麻雀で家族やろうなら負けたら6000円とか3000円の麻雀じゃなくて、うん、1回負けたらもうその日200万300万負けるの麻雀が当たり前になってきててたんだ。はい、打つ人たち相手もそれさ、俺には一切そういうの見せなかったよね。なんかカジノで負けてるとか、その賭け麻雀に負けてるとかっていうのを、うん、だからね、一緒にカジノ行ってた、まあ、そのタレントの友達らもいたから、うん、その辺のやつらはみんな知ってる。なるほど。まあ、依存症とは思ってないけども、あ、ギャンブル好きやねんなって多分思ったと思うし、めっちゃ賭けるな、まあ、みたいなのはだから周りにいる人は知ってるんだ。周りというかもうそんな少人数、うん、ほんまにギャンブルを大好きなやつらだけが知ってた俺のこと。はい。だからそれこそ毎週末俺韓国行ってた時があって、うん、まあ、ここはピー入れるかどうかは淳に任せるけど、うん、毎週末韓国行ったら横の席にはいつもザキヤマさんと有田さんがいた。毎週ね、あの二人は言ってるから自分たちでもね、韓国、あ、違う、うん、毎週いた、同じテーブルでいつも持ってた。はい。で俺はその当時を白田優と言ってたから、うん、優と言ったら優が挨拶するやんか、やっぱりタレント同士やから、うんうん、そうで、いつもザキヤマさんと有田さんがいて、あの番組とは違うほんまにクールな顔で、うん、真剣な顔でやってあるから、そうだね、真剣だなって思ってるんだから。そのバーとかなんかこう、うん、経営をするようになっていろんな人脈が増えてったの、うん、いや俺でもね、やっぱ俺の一番の、もちろん淳の紹介してもらった芸人さんの LINE だとか、まあ、女の子のタレントとかも何回かあったやんか、淳、うん、経由で、うん、でそれ以外で言うと俊介って覚えてる？覚えてる、あのテニスのね。あ、そう、うん、俊介がやっぱ俺にめっちゃつなげたよタレントは、男女ともに、うん、めちゃめちゃあれで俺がもうブレーンが爆発して、で俊介とも俺ずっと一緒に住んでたから、うん、毎日俺ん家にタレントを呼ぶわけよ、うん、で当時その俺が原宿に住んでた家がいわゆるその乱交パーティーの館屋みたいでフラッシュとか、うん、スコラとかゴロとかいろんな雑誌に載っちゃって、え、でその時そのいわゆるこっち東京の某事務所の社長からお怒りを食らって、うん、俺は一回東京から出ていかなかようになったよ。なんか俺の知らないさ、その気のいい兄ちゃんのエピソードじゃないエピソードにがあるよね。あるあるある。えぐいそのえぐみの強いガーシーがいるよね。だからね、なんかこう別に淳に隠してたわけじゃなくて、うん、なんか淳とはさもう付き合いがその時点でめっちゃ長かったから、うん、毎日会わなあかんような友達じゃなかったやんか、変な話、うんうん、変な話 1,2 年会えても全然あったお久しぶりで普通に仲良くできるっていう関係性と俺は思ってたから、ね、うん、ただ日々一緒にいる人たちはさ、うん、やっぱそれをね直視したりするわけやんか。そっか、うん、だからその別に分けてるわけじゃないけど、その毎日いる人の中にその濃厚なこう、うん、メンバーがいる、メンバーがいるのね。だから俺が知らないのね、それを。
そう。だから逆に俊介はめちゃめちゃ知ってるもん、そのこと。うんうん。あいつも波乱万丈やから、俺と一緒で波乱万丈。今も仲いいねんけど、うん、ドバイ来たりもしてるし、あいつも。ええー。そう。だ俺はもうあいつ、次ドバイでお前の番やでってずっと言ってて、暴露チャンネルやるんやったらね。俊介くんもやり始めんの一応今ね、やらそうと思ってて。暴露系 YouTuber？ いや、だって俺並みに持ってるからね、多分。でも、俊介くんってテニスプレイヤーなんだよね。俺が紹介を受けたの。あ、そう、堀越にテニスで行ってて、うん、同級生が草薙くんとか、スマップの。へー。だから、淳の一個下やから、俊介。うん。うんそう。それで、その流れで、当時で言うと、伊藤秀明とか、加藤春彦とかさ、うん、永瀬智也、一茶、堂本光一とか、その辺とずっと遊んでたよ、俊介は。はぁ。で、その辺俺に繋げてくれたのが、俊介やった。なるほど。で、うん、その、繋がったことで、バーにお客さんとして、芸能人の人がたくさん来るようになったの。それはまた違うの。違うの。だから、その、俊介と俺遊んでる時、ミューズの時やから。あつし。ミューズ、懐かしい。西麻布のね。懐かしいやろそう。あの頃に、俺は、あつし俊介とずっとおって、うん、で、その後俺はいろいろあって、大阪に一回その、さっき言った事務所の社長に怒られて、大阪帰った時に、うん、1年後ぐらいにもう一回戻ってんのよ、東京に、うん。で、その時に俺を戻すきっかけを作ってくれたのが、ソフィアの宮子ってやつよ。キーボードの。おあれが高校の俺同級生で、はいはい。で、なんかプライベートで俺のやる仕事のマネジメントとか手伝ってくれへんみたいなで、俺行って。うん。で、行った時にあるカメラマンの人から一緒に芸能事務所やらへんって言われて芸能事務所やったのがあの検索とか入った事務所。ああ、岸田検索がね。そう。所属してたよね。そう。うん、で、それだってアクシがさ、検索ちょっと日安さんなんとかなんないってなって、あ、ええでって受けたらさ、まあまああいつがやらかしてたこと後で気づ、もう後で分かってさ。そうだ。事務所を辞めることになるんだよね、検索が。そう。で、俺はドラマとか、ロンドンハーツとかで検索とすごい仲良くて、うんで行くところがなくなったみたいになって東さんに話したんだそれそうそうだねそれで俺は淳のお願いやったし軽受けしちゃったわけよその場では、うん、ああよっつって言って、うん、でもやっぱり検索がいたから俺は稲子ライダーの翔吾を紹介してもらったから、うん、で稲子の翔吾からウーバーの拓也とかワンオクの高とか西川さんが全部つながったよはあなるほどだって実はアーティストって全部翔吾発信なんよ俺うんうんだから検索を俺は淳に紹介してもらってなかったらそこは繋がってないよ、誰も。すごいやん。全部きっかけ作ってるやつみたいになってんじゃん、俺。この、ガーシーショックの。でもそういうことやん。そうそうそう。そう。NHK 党から出たじゃん。うん、出た。で、それを、俺今 NHK で3本ぐらいレギュラーやってんだけど、なんか、うん、東さんが NHK 党から立候補するって言った後に NHK 歩いてるとなんかね、うん、みんなが振り返るみたいなのがあれって確か友達の淳だよなみたいなのが俺が意識しすぎかもしれないけどちょっとなんか視線が変わったような気がしたけどねでやっぱりだって俺が出ようと思うきっかけの一言をくれたのは淳と麻生先生、うん、ここはでかかったもん、うん、きっかけめちゃくちゃ作ってんじゃんそうそうそうだから実はあの時もう一人しんすけさんにも相談しててんけど、うんうん、それ俺が YouTube で言っちゃったからしんすけさんから連絡来て、うん、お前自分が思ってるより影響力すごいねんから俺の名前出すなって怒られたもん俺いやでも宮迫さんとかも出してたじゃないですかとお前もう宮迫とかの日じゃないからお前の影響力はといや俺は芸能界に戻りたくないねんから名前を出すなってめっちゃ言われて、うん、あすいませんって言ってでも実際にさもう影響力で言ったらものすごいじゃんそれこそ選挙に出て受かるぐらいの支持者が今いるし、まあうん、今 YouTube はうん、いろんな事情があって動いてないけどまあそこは言わん方がいいでしょ、うん、その SNS のさフォロワーの数が、うん、東さんも自分がこう自分が表に出るようになってもここまでの影響力持つようになるっていうのは考えてたのかいや要はその YouTube も始めた時に、うん、まあ俺はある友達の言葉がきっかけで始めてんけども、うん、それでも行って2、30万行ったらええやろなっていうぐらいの感覚で始めてん、うん、こんなにバズると思わんかったよ、うん、でもバズるきっかけを与えてくれたのは Z リーと淳やねん絶対的にいやこれもう絶対やねん俺言ってるからほんまにいや Z リーさんだと思うよそれはいやもちろん俺は Twitter を始めて Z リーが俺を応援しますって言ってきてくれて、うん、リーがいろいろやってくれた中でツイッターが瞬く間にフォロワーが伸びたわけよ、うん、
もうそれこそ途中でリオ抜くぐらい行っちゃったから、うん、でその後 YouTube もバズり出してきたわけよ、うん、でそれでもまあまあ10万人と達成までは結構早かったけども、うん、そっからいきなり火がついたのは淳が言った友達ですよって言った一言で、うん、見てる視聴者がみんな、あの人じゃ嘘ついてないんやってなったんよ。だって芸能人の友達がいて、うん、嘘やとみんな思ってたわけよ、うん、ただ面白いおかしく言ってるだけやろと思ったことがもう付き合いも長いし僕は友達ですよ、うん、で淳が言った陰で実は拓也も言っててブログで、うん、ファンページの、うん、で拓也のファンもそれを信じ出してあの人ほんまのこと言ってんねやってなって、うん、でそこからもうこういう形で上がっていったから登録者数が、だってうん、俺らのチャンネル登録者数なんてあっという間に抜かれたからねすごいよそれは。で俺はでもあの時に会ったらその暴露っていうのは東さんやめなよって言っちゃうから、うん、だから会いたくないとも言ったよね。そう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 、それ淳から LINE 来て俺も言われたらやめられへんし、うん、困るなと思ったから今会わんべきやなと思ったし、うん、今はやりたいようにもうやるって決めて、まあ、命かけてやってるように俺は見えたからもう今ここで俺が会って東さんこれマジでやめた方がいいってなると困るだろうな、だから今は会わない方がいいっていう、うん、まあお互いにねそれはなんとなくそう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 、うん、でまあようやくねここで会えるようになるわけですけど、うん、まあ、でもだから俺はほんまに選挙受かったら絶対できるなと思ってたよ、うん、だから受かりたいって気持ちが強かった、そういう意味では。なるほど、俺も吉本ずっと言ってたよ、選挙に受かったら断る理由ないでしょっつって、うんうん、ない、そうここしかないと思ったからこれで吉本ノーと言わんやろと俺は思ったからさすがに、うん、ここしかないと思ってたから受かった瞬間に私にもうできるんちゃうというお伺いを立てたんや俺は、うん、そうで俺ももうこっちは準備できてるからうん、タイミング見てやりましょうっていう、うんうん、タイミング見てってもうそのガーシー語録が普通に出てくるようになってんのよ。だからね、全然話脱線するけどそのタイミングとか、うん、めくるぞとか、うん、あんなことはさ俺聞いたことなかったけど何用もないやいやだからあれこそだから俺が昔やんちゃしてた時に使ってた言葉がやっぱムカついたり怒ったりすると出ちゃうのよ、やっぱ関西弁として。ああそういうことなのか、なんかそんなめくるぞとか俺聞いたことなかったからでもめくるぞってめちゃめちゃ怖いキーワードだなと思って、いやキーワードやんちゃな頃から使ってたんだ若い時。そう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 、ああなるほど、ね、だから結構関西人であれば理解しやすい言葉なんかなっていうのはあってんけど、馴染みがあんのね、そのめくるぞは。そうだからもう興奮したら出ちゃうからさそういう言葉が、うん、だから別に流行らそうと思って言ったわけじゃないし、もともとその YouTuber のヒカルがね原因で YouTube を始めてるから、うん、あいつに対しての怒りがそういう言葉に変わって、で怒れば怒るほど再生回数が伸びて登録者数が伸びるということに気づいたから、うん、より一層言葉を悪くしていったというか、うん、ほんまに人に対して喧嘩してる時の言葉をいっぱい使うようになったもんね。ああなるほどね、うん、それでああいうキーワードが出てくるのね。まあ、芸人さんがそれをオマージュしてやってくれてるのもう爆笑しまうんだけど俺からしたら見てたらいやほんまにミラクルヒカルがちょっとうちの、いやそう、あのカナがもうその東さんの動画になんかドハマりしてて、うん、でこれはもういよいよハマりすぎとるなと思ったのはまた東さんがこんな動画上げたよっていうのはまあ よくあったんだけど、うん、なんかミラクルヒカルさんが東さんのモノマネしてるよっていう動画を俺に見せてきたときに、これはもう一大ブーム来とるなと思ったの。いやだからもうほんまに、まあ淳もよ俺の名前出してくれたんか番組で、うん、俺見てたからさいろんなとこで、うん、で淳が出してやっぱりこう OK 出したことで他の芸人さんがみんな出してやんか俺のワード、うん、だあれ時は俺オファーあるかなと思ったよ正直、うんうんうん、でもやっぱりいろいろテレビ局の知り合いとかに聞いてるとまだやっぱり二の足踏んでると。なるほど、うん、だから唯一俺が DM 送ったというか劇団ひとりくんが、うん、関ジャニの村上くんってやってる生放送の深夜のなんかバラエティ番組で、うん、ガーシーを出したいってこと言ったから俺はツイートで返したんよ、うんうん、返したらぜひお願いしますみたいなのも返ってきて、うん、やっててんけどもよくよく考えたら俺ジャニーズのこと叩いてたのに出られへんよなと思ってそれ OK するわけないよね。そう OK するわけないなと思って、うん、俺も東さんが YouTuber をやり始めてどんどんこう影響力持ち始めた時に結構番組でもね
こうガーシーガーシーって言ってたのよ。それ、うん、ガーシーやないかとかなんかこう、うん、断るごとにツッコミであったよね。そう、うん、ガーシーキーワードを出してたんだけど、でもねやっぱ3分の2はカットされてたね、やっぱり、うん、まあそうやね、うん、うん、いやこの前だから選挙の番組の時に、まあ俺が当選しましたってなった時に、あのEXITの兼近くんが、うん、もうラジオでもテレビでもあんだけガーシーって名前を出すなって圧力かけたのに、うん、今急にガーシーって名前出してくださいって出しにくいですよみたいなこと言った時に、あ、やっぱりブロックかかってたんやって思った、あの時に。そうなんだろうね、うん、俺は直接ブロックをかけられたことないけど、でもカットされるなーっていうのでなんとなく、うんうん、だからこの前ワイドナショーで、東さんの当選した映像が流れた時に、なんかワイプ抜かれてたやろ。そうそう思わずニヤってしちゃって、なんかそうそう、それね、めっちゃ来た視聴者から DM が淳さんがニヤついてますとか俺もちょっと嬉しかった、その動画とか送られてきたからさ、あ、ほんまに笑ってるわと思って。いや笑うでしょ、昔からの友達がしばらく会ってなかったら、ね、なんか当選して漫才してんだからいやどういう状況この人と思ってニヤッとしちゃったね、あれは。うん、いやだから俺はもうとりあえずもし番組に出れることがあるんであればロンハーやなと思ってるよ、まあ、ちょっとカジさんに聞いとくね、うん、聞いといてそこしかないなと。アメトークの方がいいと思うよ、あのガーシー芸人って結構いるから。あ、まあ確かにね、うん、トロサーモンの久保田とか、あの東さん の、 あのスパチャ入れたっつってたよ。あ、そう、メンバーシップやって言われたもん俺。そうそう、メンバーシップで、うちの前の、うん、チーフマネージャーもメンバーシップ入ってんの、うん、あの人な何を言ってるのかっていうのをちゃんと把握したいって言ってメンバーシップ入ってすごいじゃん、その俺のメンバーシップにもさ、担当タレントのメンバーシップにも入ってないのに東さんのメンバーシップ入ってんだからいやだから結構その業界の人はめっちゃ入ってくれてるって聞いた。うん、うん、それはだって何言うかっていうのをね気になるから、それは多かったと思うんですか、多いと思う、今も注目してる人多いと思うけど、うん、じゃあ続いてその第3章いきたいと思います。はい、第3章、ギャンブル依存症で、うん、借金が3億円、うん、うん、これも知らなかったわ、俺は気づいてあげられなかったというか、ものすごい額じゃない。でも、うん、全くないものすごい額やね。そういうなんか弱みというか辛い部分とか苦しい部分とかっていうのを俺見たことないから、東さんが、まあ、出さへんかったから、ね、誰にも俺、ね、誰も気づいてなかったよ、だから、うんうん、ここはもうやっぱ自分でも相当こう止められないぐらいギャンブルにはまってってるなっていうのは自覚があったんだ。もうだからそのいわゆる詐欺をした時には、うん、もう自分の中で、あ、もう止まれへんようになってるなっていう自覚があったし、うん、で止めるためには死ななあかんっていう一回認識になっちゃったよ、うん、死なんとこれ治らへんと思っちゃって、うん、なんで、まあ、親父がね、もちろんそういう道を辿ったっていうのもあったから、うん、なんかこう、親父のせいにするわけじゃないけど、俺もやっぱり血引いててんな、みたいなことが、いろんなことを自分の中で肯定しまくろうとして、やったことに対して。うん、で、もう、これは、本当にお金を騙した人には悪いけど、俺は死んではすぐ治おうと思って、ほんまに死のうとした時があって、それが去年の年末ぐらいやってんけども、うん、もう、その時は誰とも連絡取らんかったし、全部シャットアウトしてたから。俺、最後に東さん会ったのは、俺が、飛行機の機内で荷物を上げてる写真が LINE に来て、あれなんか俺誰かに撮られてるとか、東さんなんで俺この写真持ってんのって思って後ろ見たら東さんがいたんだよね。そう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 、うわーっつって、であの時ってもう、うん、じゃあギャンブル依存症の時なの。もうあれはもう完全末期で、うん、もうどうしようかなと思ってる時に人に会いに行ったりもしたりとかして、お金を借りに行ったりとかね、うん、してる時にちょっと東京に行ってた時の帰りやったんよ。へえ、あの飛行機が。うん、そうなん。でも俺にはさ、まあ、付き合いが長いから、いや言っても、いや淳ちょっとお金貸してくんないとかあってもいいようなもんだけど、全くなかったよね。うん、うん、俺にはなんか言いづらいみたいなのがあったの。いや、もうアツシだけじゃなく、もちろん拓也とかタカとか、まあ、みんな誰にも言わんかってんけど、うん、なんかこう、もうカッコつけてたよね、自分の中でね、うん、単純に言えば、うん、いつまでもその金を持ってる自分という見せ方をしたかったし、
なんかそれでこう自分の弱いとこあんま人に見せたくないと思ってたから、うん、だから誰も気づかんかったん俺のやってることに。なるほどね、うん、いや全く微塵にも感じなかったし、めちゃめちゃハブリーなと思ってたからね、そのアパレルもやって、うんうんうん、バーも成功させて、で授業がだって全国展開がめちゃめちゃ早かったじゃん。沖縄にほんまにも分かってたし、そうほんまに金もあってんけど結局それを全部ギャンブルに突っ込んでたから、うん、だからそれがもういわゆるその20年以上続いたっていう、そう単純に考えると、うん、中にもちろんやってない時期もあったけども、うん、結局お金を儲けたらそれを全部ギャンブルに使ってしまうっていう自分がおったから、うん、だからなんか基本さ俺そんなに女に興味ないやん。そうね、淳も見てて分かると思うけど、うん、人には紹介するけど、うん、自分があんま行くことないやんか、うん、だからその興味ってとこは結局そこにしかなかったよ。物欲もなかったし、お酒も飲まないしね、お酒も飲まないし、女の子遊びしないし、うん、だ結局まあ美味しいご飯ぐらいは食べるけども、うん、あとどこにお金使うかって言ったらもうそのギャンブルしかなかったよ俺。そうね、うん、ちょっと一回また話取れるけど、ご飯の話出たけど、めちゃめちゃうまい飯は知ってるよね。あ、知ってるし、いや俺酒飲まへんから忘れられないよ。あの大阪で連れてってくれた天ぷら屋さん、あのおっさんのとこでしょ、おっさんの、南の、うん、東京出てきてな、なんかやるやなんや言うて、そう、うんうんうん、あのおじさんあんまりにもうまい天ぷら屋で、創作天ぷらみたいなね、そうで、ね、東さんに連れてってもらったって言って、大阪でまだビジュアル系バンドのライブでこう大阪に行った時にこうメンバー連れてそこに行って、でそこのおじさんが俺も歌ってみたかったんだよな、実は若い頃そういう夢があったって言うからあ、じゃあ東さんに紹介してもらって、東さんのあの恩もあるから、じゃあおっちゃん俺たちのライブでビジュアル系のメイクして歌えばいいじゃんっつってやっぱスッキャネのロックバージョンはあの天ぷら屋のおじさんメイクして歌い上げたのあのおじさんの、いやあのおじさんめちゃめちゃノリのいいね、うん、めっちゃノリよかった、うん、ほんまに美味しかったしね、天ぷらもね、そうね、締めてほしくなかったもん俺は、ほんまに、うん、そうだから、もう時々そう思い出がポコポコ出てきちゃうから、出てくるやろ話、そうそう話が、でもこれを本当は俺ドバイのプールサイドでシャンパン飲みながらやりたかったね。そう、いや俺ほんまに来てほしかったもん俺は、もうそれしかない思ってたから、う、ね、うん、まあでもいつか行きますドバイはね、来てください、はい、じゃあ次の章行きたいと思います。4章、うん、まあここですよ、僕が一番こう気になる部分っていうか、まあ、借金で首が回らなくなって、うん、犯罪行為に手を染めるという、まあ、BTS に合わせる詐欺っていう、まあ、うん、ギャンブルに使うためのお金欲しさにこの詐欺を働いたの。もう本当そうだから、俺持ってたブランド品だとか売れるものは全て売ってお金に換えたし、うん、それでも毎日行きたいわけよ、うん、ヒカル君への、東さんのことを暴露した動画、うん、こう怒りに火がついたっていうポイントなんだよね。いやあれによってうちの実家とかに迷惑かかってたから、うん、それが俺はちょっとそこ巻き込むの違うやろと、うん、実際に今子供来てるのに、ね、もうそういう情報は届き始めてる、うん、もうしてる、めっちゃ来てる俺がやっぱりその政治家を叩き始めたのもちょっとあったから、うん、政治家に関するそれこそ府会議員だとか市議会議員とかそこまで来てるから、うん、あ、だからもうこんだけ、まあ、汚職が始まってるというかさ、うん、悪いこと知らずいっぱいおんねんと思うし、でこれは、まあ、これをテレビで言っていいかどうか分からないけど、俺もう一つ目標があって、うん、もうこれはずっともう政治家になる前から言ったことで、うん、俺〇〇になりたいんよ、〇〇になりたい、俺は日本に帰れるんじゃないかと思ったずっとでもさ、やっぱ言葉ってすごいし、いやいや日本に行ったら俺完全に尿検査させるけどね